皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。デッドバイデイライトレッジドショップオートヘイブンレッカーズで、今回はモレルちゃん、結構ね、明るい髪の毛ではないな、明るいねパーカーを着たモレルちゃんでやっていきたいと思います。ね、ナースが叫んでんのよ、破滅ある。ここのさ、マップの破滅って、ここの裏らへんにあるけれども、ビンゴ光ってるってことで、これを壊します。ちょっとね、破滅が残ってるとナースの試合はね、めちゃくちゃ怖いっていうイメージがあるので、トーテム探しに行きたいと思います。思いますって言いつつも、まだ破壊終わってなかった。1個目、これナースこっち来る、え、めっちゃ怖いんだけど、一旦、いや、壊したん誰だみたいなね、そんな感じになるよね。ちょっと怖いから、大丈夫そう。ここ1台発電機、あそこにもう1台あるから、ちょっとね、この辺の発電機固まってるっていうか、結構近いからね、発電機自体が怖いので、とりあえず回しましょう、回しましょうっていうか、探しましょう。わかんない。こんな近くにね、破滅があるのかわかんないけど、さっきの不死だったってことだもんね。ちょっとこの辺にないかな。待って。あったー。いいですね。これ2個目のトーテム、多分これで破壊されるんじゃないかな。あの、霊障っていうね、あの、ワンパンタイムにならないことを願って、ここを破壊していきます。お、ゲートが切られてる。ドン。よし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 。これで破滅。破滅なくなった。あとはこれをね、どんどん修理していこうかなと思うんですけれども、今回は、あの、猶予。いつも通りの猶予。あの、フックからね、助けてあげると、12秒間かな。最大で12秒間、あの、何の攻撃をされても無敵ですよっていうパークと、36メートル以内にいる、あ、切られた。仲間がね、見えるパーク、絆、そして、鋼の石、切られても声がしないというパークになってます。そして今ね、光ったり消えたりしているのが猫ちゃんですね。ちょっと待って、来る？怖い。さあ、どこら辺にいる？音？怖いよ。怖いよ、どこ？あれ？大丈夫そう？そうそうそう、助けましょう。あ、そうそうそう、凍りつく背筋ですね。これが猫ちゃんでございます。ケイト、ほい、回復大丈夫？あ、そう？じゃ、ちょっと私、ここの発電機回しに行きますね。あー、やだ！あら、光ってるわ、来るんじゃないかしら。心音が近いわ。ケイト、めちゃめちゃ隠れるじゃん、ロッカー。どこどこ？そっちから。なるほど。蹴ったやつを確認しに来た。すげえ、5周年の冠つけてる、あのナース。マジか。めっちゃ怖いじゃん。5周年お祝いモードのナースでしたね。怖いわ。あ、ケイト出てきた。回復するか？お、いいね。ちょっと静かですね。皆さん隠密が上手なようで。全然、切られてないから。怖いね。あ、ザリーナが追っかけられている。なるほど。どこら辺だろう？ここの近くではなさそうかな？ね、大丈夫そう。あら、倒された。ケイトは治療中。あれかな、結構治療時間長いから、ずさんとかついてるのかな、ずさんな肉屋っていう出血量とか。おお、またロッカー入るね。すごいロッカー好きね。あ、ジェイクがあっち回してると。了解。ちょっとこれ1台回すか。回して、ケイトが行ってくれるかな？はい。どうだろう。あっち走ってた。見つかった感じかな。ちょっと見つかったのであれば、あっち行こうか。多分ね、ジェイクは回しててくれると思うから、隠れてる。おっと。なるほど。なるほど。見つかってた。私、見られていた。戻る。お、ケイトが救助に向かうが、しかし、ナースに見つかる。なるほど。若干張ってる感じ？これさ、どうしよう。どうやってゆっくり。あれ、これ見つかったよね、多分ね。あれ、見つかってないのかな？今の、わからね、血濡れだったら多分見つかってないなって思うんだろうけどさ。ちょっとどうしようか、これ。裏側から助けに行く？ちょっと回した方がいいかもしれないね。うお、抜けた、すげえ！かっこいい！
はい、ゾリーの今のすごい。で2回目にまた潰されると。いやでも結構さあ、来た、痛い、ずさんな肉屋がついている。ちょっと待って、ナースってどうやって逃げんだっけ。あ待って、あやべえ、こんにちはなんだけど。危ない、待って待って、ちょっとやだ、ちょっと待って、ちょっと、あ、痛、ごめんなさいナースごめんなさい。やばい、これちょっと私が倒れたことによりいろいろと皆様にご迷惑をおかけしてしまうかもしれない。完全にちょっとこれ私悪かったよね。もうちょっと引っ張ればよかったんだけど。まさかのキャッチング、降ろされる。あー、やばいよねこれね。ありがとうジェイク、ちょっとこれ頑張るわ、ちょっと頑張ります。私ナースの逃げ方ね、視界を遮り意表をつく方に逃げるがいいのかな。ジェイクは今これ追われてる。私猶予持ってるので。あ、ナースそこにいんな。あ、逃げてない。私ちょっとケイト起こす。え、嘘、まさかの治療せず、まさかのちょっと待って、まさかの治療してなかったんだけど。そんなことある。え、待って、マジ本当に。お、いいね。あ、残しておいた系だ。じゃあちょっとこれケイト助けに行きますか。助けに行って、どこいる。お、発電機蹴ってる。大丈夫、私こっちにいると思われていない。ケイト一旦ね助けておきます。はい、どうぞ。で私がこっちに来る。大丈夫。あー、大丈夫、見つかってない。ケイト大丈夫か、また倒されんじゃない。どっちだ、どこにいる。こっちに来た。オッケー、でこっちから、あぶれ、クロスしたねナース。ちょっとあのケイト分かんない、どっか行ってる、お腹痛くなっちゃったのかな。なのでちょっとどうしようか、放置してるっぽいもんね。うん、逃げよう。このナースから逃げてケイトから距離を離そうね。じゃないとちょっと放置して帰ってきてる間に死んでたっつったらなんでって。いや放置する方が悪いんだけどそんな風になっちゃったらあれだから。ナースどっちから来る、大丈夫そう。あー、いるね。あ、やばいじゃん、近いじゃんこれ。あ、もうブリンクしてよ、危ないって、ブリンクしてくれよ、もうお願いだ。ちょっと待って、マジあー、今ナースのドアップだったな、かわいい。あれケイト何やってんだ、あれなんか棒立ちしてたから。やっぱりありがとうジェイク、回してくれて。やっぱりさ、まだ放置してたのかな。はい、すごい棒立ちしてる、お腹痛いって感じの体勢だよねあれね。ジェイクの方に向かったな。あ、優しい、ジェイク治療してる。あの二人が残るわけですよ、動いてるジェイクと動かないケイトダメだな、ちょっと耐えてみるか、もしかしたらこの間にケイトが動き出してくれるかもしれない。さあどうでしょうか、どうなるかな。ほい、あ、動いた、まさかの動いたんだけど動き出した、なんかクルクルしてんな。脱出してくれジェイク。ちょっとこれ見てみましょうか、ジェイクとケイトの行方。おっとジェイクだ、ジェイク気になるけれども、ケイトが気になる、何やってんだろうねさっきからね、ずっとこの小屋から離れんめっちゃ放置してたのにさ。あ、なるほど、ハッチ発見してるのね、なるほど。めちゃめちゃ運良くない、ずっと放置しててさ殺されない上にハッチ発見しとるみたいな。でこれ多分ジェイクが門を開けられるかな、どうだろう。苦肉の策とかね持ってるんだね、なるほど。ジェイクが見つかってる、ジェイクが逃げる。ジェイクどうなんだろうね、ケイト動いてるの分かってんのかな。多分動いてないの分かっ、あ、動いてるの見えたね、やっとね見えたね、ウケる。
ケイトをずっとなんか視界のうちに入れとくみたいな。視界に入れとくもんね。ちょっとウケるよね。なるほど、ケイトを見とくね。逃げる。あっと、あーなるほどね。それはナースには辛いやつ。ナースが強い。え、まさかのさ、ケイトが生き残るなんて誰が思った。あの放置してる状態で。あとはナース VS ケイトで、あのハッチからの脱出ができるのかできないのかっていうところになりますね。あ、受ける。あ、そっから見えるんだ。そこのロッカーの中からジェイク見えるんだ。死んじゃった。うお、出た。ケイトちゃんは動き出しました。さあここからどうするのか。あ、でも今左側にナース見えたよ。さあどうする。ナースガードだ。脱出したね、ケイト。ある意味強運の持ち主なのかもしれないね。でもなるべく街中には放置しないようにお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとナースがね、何のやつを持ってたか見ていい？ランク2だって。怖っ。破滅ずさん。あ、不協和音持ってたんだ。なるほど。一人じゃなくって二人以上で治療じゃないや、修理するとね、バーンって通知が行くっていうやつですね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の霧の森でお会いいたしましょう。バイバイ。